もうキャラ設定ちゃんとしてくださいよ、なんかもう。初めて喋る。セキュリティ投げろ、セキュリティ投げろ。だから、矢島美容室としてグループを結成されて歌を出して、まあ、ちょっとメジャーになったら、うん、お父さんが名乗り出てくれるんじゃないかっていうことなので、うん、あのぜひあの今ねテレビをご覧の皆さんいらっしゃると思うんですけど、というよりも矢島さん、あの3人ともお待ちしてますんで。あなたすごい、とてもすごい人。注意して、勘弁してください。